はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、雪国ならではの、ファッションの話というか、ブーツのお話ですね。はい、迷いに迷って僕はこれにしました。今日はこのお話いきましょう。それではいってみましょう。はい、僕は新潟のですね、雪国暮らしなんですが、雪国といえばやっぱり雪深いので長靴とか、特に新潟は水分量が多いので長靴を選択される方も多いんですが、やっぱりファッション的にちょっと、格好なんかつけてらんないんですけど、僕的にはおしゃれなのがいいなと思って、ソレルだったりといろいろ履いてみたんですが、結果的に、条件としては車移動がほとんどなので、本当にそんな感じで、ソレル、最強すぎるというか、あれはあれですごいあったかいんですけど、ちょうどいい感じのバランスが取れてるのが、今回ご紹介するこちらのヌプシブーティーになります。何がいいかっていうとですね、やっぱり軽いし、はい、どんな人におすすめかというと、こちらの方も最後まで見ていただければ、サイズ感なんかも、最後まで見ていただければ分かりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。続いてヌプシブーティーの良いところなんですが、僕ちょっと前のモデルなので今どうなってるかちょっとわからないんですが、僕はショート丈のものを、購入しました。ショート丈のウールを購入しました。一応防水ってな、撥水ってなってるんですけど、なんかこう水たまりにドバッとかずっと川の中入っちゃうとか、そういう完全防水ではないことを皆さんご気をつけください。良いところ1は、ショート丈。なぜかというと、ファッション的にやっぱ長靴感が、出てこないので、すごくファッションとこう合わせやすいっていうのが一つと、あと脱ぐ時に靴下が、脱げない。結構ソレルなんか履いてる方皆さんうっと思ったかもしれないですけど、ソレル結構靴下脱げるんですよね。その分ぴったりしてるっていう意味では、使い勝手、好き好きだと思うんですが、僕はその辺はすごい好きですね。はい、あとはですね、なんといっては暖かいということですね。撥水加工が施されて、綿材にはサーモライトが搭載されているこのヌプシフーディーなんですが、非常に暖かいです。そして軽さがすごい。これ多分皆さん見ててわかるかな。でも僕初めて買った時びっくりするぐらい軽くて、大体ブーツとかスノーブーツって重いので足疲れちゃったり靴ずれしたりするんですけど、これ素材も柔らかいし、すごく、なんていうんですかね、軽さをすごく感じると思います。で、その次はですね、コスパがいいっていうことですね。この間も、ご紹介した、こちらのダナーライトの話なんですが、ダナーライトは、安いとはいえ、4万円ぐらいはすると。4万じゃない、2万か。2万、忘れちゃいました。ここに載っけときますけど、それにしては1万6500円っていうね、破格のコスパっていうことで、この辺もおすすめできるポイントなのかなと思います。あとはですね、ビブラム社製のソールを使ってるので、非常に滑りにくいですし、あと交換できるっていうのが非常にいい点ですよね。はい、そして、悪いところっていうか、これを履いて、2年ぐらい経つんですけど、ちょっとネガティブな部分としては、やっぱショート丈なので雪の深い場所行くと雪が入ってしまいますよね。もちろんでも、そういった時に行くところに行く時は、大体長靴かソレルを履いて僕は行きます。あとですね、割と暖かいところ、寒いところは暖かいんですけど、暖かい部屋に入った時に割と僕の個人的観点からすると蒸れやすい感じがします。そしてですね、今回このヌプシフーディーのサイズ感なんですが、僕何個かこう靴の紹介なんかしてるんですけど、普段ナイキのスニーカーで 27.5 でちょうどいいぐらいなんですが、このヌプシはですね、27センチをチョイスしました。全然平気です。なんか結構いろいろな投稿を見ると小さめって言われてるんですが、僕27センチでも大丈夫だったな。28でもいけると思うんですけど、なんかダナーとちょっとサイズ感が似てる感じがしましたね。はい、そしてどんな方にヌプシブーティーおすすめかというと、今回旅行行こうかな、ブーツとかスノーブーツ持ってないけど帰ってきてからもこっちで使いたいななんていう人は、
バッチリ合ってると思います。なぜかというと結構がっちりしたスノーブーツで新幹線移動だったりとかするとかなりこう暑いと思うんですよね。しこうちょっとファッション的にも結構違和感があってすごくこうちょっと見られるというか恥ずかしい感じもあるので、あのそういう方にはおすすめです。であともう一つ、普段から車移動が多い方ですね。車移動が多いと、まあ、車で移動して行きたいところに行ってそこから行きたいところに行くだけなので、まあ、あのそもそも雪もちょこっとこう避けるぐらい、まあ、でも靴じゃ濡れるなっていう感じの人にはおすすめかなと思います。あとはね、雪が降らないところでも寒さ対策にもいいと思います、はい、そんな方におすすめです。で逆におすすめじゃないという人は、まあ、ガンガン宮施設の雪の道を歩く方だったりとか、旅に行っても雪国に旅に行っても、歩きが多い、まあ、旅行先の、まあ、宿泊施設から、まあ、電車で行ったとして駅から宿泊施設までバスもない、歩いて行かなきゃダメだってなると、まあ、ちょっとショート丈、まあ、プラス、まあこれだとちょっと濡れちゃうかなっていう感じもするので、この辺も注意が必要かもしれません。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。まあ雪国にねガンガン住んでるっていう人は多分長靴は絶対持ってると思うし、まあ多分その僕もこれ持ってますけど雪かきとかでは絶対使えないので、あの多分雪国の方は多分この僕の動画見なくても多分大丈夫だと思うんですが、一番こう参考にしてほしいなっていう方は、あの都会の方だったりとか普段雪が降らない場所の方はすごく困ると思うんですね。がっちりした長ブーツ買ってもあの自分の地元に帰ってきた時に靴箱にずっと置いて使われないっていうのはすごく寂しすぎるので、ぜひこちらいいと思います。でまあキャンプなんかする人はソレルなんかも履く人多いと思うんで、まあ、そちらもいいかなと思いますので、ぜひ検討してみてください。それでは今日の動画は以上になります。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。